僕らもまた50のおっさんになりますと、今日のギタリストの彼らがしびれて小指が動けんとかね、あと2曲ありますけども、それもそのうちにめまいがするとか腰が痛いとかで2人ぐらい減ってまうかもしれません。気にせんとやっていきたいと思いますけども、次はバラでね、感動するたっちゅう題名の曲なんですけども、これベタな題名なんですけども、これはまた同じこと言いますけど、まあ、普通のラブソングじゃなくて、まあ友達とかね、家族に対して歌って歌うてやらへんけども、いつまでも大人になりけん、50のおっさんになってもまだ大人になりけん、アホな俺やなという歌です。 OK、忘れられた鉛筆立ての横に、カランカランコロンと思い出の筆箱、押し寄せいつもこの心、離れることのない、一人一人の顔が浮かんできた、確かに Thank you.